環境や教育、人口減少など地域に山積するさまざまな課題。そうした課題に真正面から向き合う人たちがいます。豊かな社会をどう実現していくか、明日へとつなぐ未来をつくる力。3、2、1、はい、スタート。ドローンが飛んでいるのは田んぼの上。 IT 技術で農業にも変化が起き始めています。これがね、しっかり従来農法のね、9割ぐらい持っていければね、まあ、このこんな格好で田植えができちゃうわけですからね、今まではありえない状態だと思いますけど、今食料って十分にねあるような形ですけど、自給率も実は40% 台ということで、低い中で、今後ウクライナの情勢等も鑑みると、人口減少とともに、お米の重要性というのはこれからもどんどん出てくるんじゃないかというところで、県内外で運送業などを営むティスコ運輸の代表菅原さん。農業への進出のきっかけは60年以上にわたり米農家をしている父重信さんの存在。去年農業法人を立ち上げ、ドローンを活用したスマート農業に試験的に取り組んでいます。これぐらいだと 30分ぐらいかかる。これが、15分ぐらいですからね。東京の IT 企業と連携して進められている今回のプロジェクト。ドローンで種の状態からまくことができるため、苗を育てる時間も必要ありません。やっぱり田植えするまで1ヶ月以上管理さんになるわけ。これは管理することないから、見出しさえすれば、もう発射するから、こんな言うことないよね。さらに、高さや飛行経路など、事前にシステムを入力すれば、あとはワンタッチで自動飛行するというこちらのドローン。高齢化や担い手不足が課題とされている農業の未来が変わろうとしています。ドローンで楽に、そうですね、時代が変わりつつあります。もともと私も農家のせがれとして育ったっていう経緯もありますし、やっぱりこうそれがどんどん衰退していくっていうのは、やっぱりこう個人的にもやっぱり切ない思いもやっぱりありますし、やっぱりこう若者がやっぱりこうかっこよく稼げる農業をやっぱりしっかりやっていくためにも、こういったスマート化っていうのは必須ですし、生産性の高まりという部分も出てくるというふうには思っていますけどね。はい。